5番の志村を抑えるような形からバックストレッチ誘導員かわしていきます。3番天貝先頭に立ちました。残り600の鐘。4番の木戸崎が3番手の外を並走している。一旦後方から内に潜り込んできた5番の志村、3番手の内側あたり。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。4番の木戸崎仕掛けていきました。3番の天貝とここは先行争いになる。その先行争いの後ろ、5番の志村がまくっていこうという体勢。2コーナーからバックストレッチ、志村のまくりが綺麗に前段捉えていきそうだ。後ろは1番泉田、そして8番の須藤までできる形になった。5番の志村先頭で4コーナーから直線、後ろから泉田を追ってくる。志村が粘る。泉田並んできてゴールイン。わずかに志村か。